Cause all my friends said I should get more. みなさんこんにちは。アローハー。ハワイ在住19年の南です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はバーチャルディナー第2弾、とってもおしゃれでロマンチック、カカアコにある53 by the sea にやってきました。ちなみに第1弾はこちらでしたね。2012年にオープンしたレストランはテラス by the sea という結婚式場としても有名です。そして2014年には嵐が中継を行ったことでも話題になりました。それでは私と一緒に食事をしている気分を味わって最後までぜひご覧ください。ドアを開けるとレストランのシンボルともいえる素敵な螺旋階段、まるでお城みたい。階段の向こう側はテーブル席があって、全面窓ガラスで外の綺麗な景色が見えてすごく綺麗。ダイヤモンドヘッドが見えますよ。カップル席もあります。パティオ席に案内されました。外の風が気持ちいいです。Thank you so much. ケワロベイスンハーバーが一望できてパティオ席はおすすめです。日本語メニューはないそうです。左側がドリンクメニュー。私は飲めないからパイナップルのトロピカルドリームにしますね。テイスティングコースメニューもあるみたいだけど、前菜2品とサラダと、メインを2品、お肉とお魚にしましょう。サンセットタイムに近づいてきたのでクルーズ船もどんどん出港していきます。外に出ることもできるんですね。乾杯しましょう。乾杯。前菜1品目はアヒポケです。新鮮なメバチマグロとマウイオニオン、そしてユズキュウリ、チリオイルで和えているので少しピリ辛です。でもすごく美味しい。砕いたあられが入っているからアヒの柔らかさとあられの歯ごたえが絶妙なバランス、美味しい。前菜2品目はホタテ、スイートコーンと唐辛子のロースト添え、赤ピーマンのソースでいただきます。こうやって上に乗せて食べると美味しいですよ。一口でパクッと食べてみましょう。おいしい。あまりにもおいしくてパクパク食べちゃいます。もう少し味わなくちゃいけませんね。見て見て、1枚の葉っぱがこんなに大きいの。トリュフが入ってます。葉っぱが大きいからこうやって半分に折って一口で食べます。おいしい。シーザードレッシングがしつこくなくてレタスもおいしい。パリッと新鮮なレタス、ノンストップで食べれちゃいます。船が続々と戻ってきますね。メインのお肉とお魚が来ました。リブアイはすでにカットしてあるので取りやすいです。オーダーの時にカットするかしないか選べます。お魚はハワイ産のシーバス、日本ではスズキ。白身魚でさっぱりしているので野菜ソテーやイエローペッパーソースでいただきます。プリプリのエビも添えてあります。
リブアイはすごく柔らかくて、オニオンソースがお肉の味を引き立てていて本当に美味しいです。正直パンデミック前に来た時より全て美味しくなってる。お店の人に聞いたらシェフが変わったそうです。デザートメニューが来ました。チーズケーキ、チョコレートケーキ、レモンタルト、3つのトリオ、アイスクリームやシャーベットもあるそうです。以前はバースデーや記念日にはショートケーキのプレゼントデザートがありましたが、今は違うデザートのようです。予約時に伝えてくださいね。ちょっとおトイレに行きますね。53はとってもトイレも綺麗なんです。たくさんのワインが飾ってありますね。高そうなワインもあります。トイレはこの奥にあります。さすがのウォシュレットです。しかもトイレットペーパー三角に折ってあります。手を拭くペーパーも可愛いです。スフレチーズと粉コーヒーです。美味しかった。最後に嵐が M ステで歌った階段を登ってみましょう。なんだかシンデレラになった気分になりますね。シャンデリアも綺麗。 53 by the sea は日曜日のみブランチメニューがあります。ディナーはちょっと高いなという方はブランチで素敵な景色を味わってくださいね。パティオを希望の場合は必ず予約サイトでパティオを選択してくださいね。今日の動画はいかがでしたか？バーチャルディナー編、またいつかやりたいと思います。今日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、そして皆さんのコメントを待ってます。また次回の動画でお会いしましょう。良い週末をお過ごしください。Have a nice weekend! Mahalo! Bye bye! Of being stuck in my room, have nothing to do, so I start dreaming of you. You might be a creation of my subconsciousness to cope with life going mad. Can you blame me for that? So I know that there will come a day, it could be snowing, or I'll find myself caught in the rain.